にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、東京都に向かっております。東京都の八王子に向かっております。そして目的地はですね、なんとこのチャンネルをですね、見ていただいている方はご存知かと思うんですよ。ローランドさんのすごい大ファンでして、ローランドさんの経営するイタリアンレストランベラノッテに向かいます。いやー、緊張しますね。緊張と興奮、どっちなんだろうなこれ。そしてですね、せっかくお店に行くということもありまして、お酒も飲みたいので八王子にホテルを取りまして、そのホテルもですね、ビジネスホテルもいくつかあったんですが、その中でもインパクトのあるホテルが取れましたので、そちらのホテルに宿泊しようかと思います。そしてローランドさんのお店の動画はおそらく別の動画になると思います。ここからですね、おそらく2時間ぐらいはかかるのかな。八王子初めてですね。車では何度か通ったことあるけど、八王子に降り立つのは初めて。ドライブ楽しみます。デイ最後の雨に濡れないよ。早速渋滞でございますね。そしてですね、八王子で宿泊する今夜のホテルなんですけれども、ホテル八王子ホテルニューグランドというホテルでですね、他にも某大手のビジネスホテルとかもあったんですけど、八王子自体ね、そこまでビジネスホテルが安くないですね。4、5000円で泊まれるっていうホテルがなくてですね、それに比べたらそちらの八王子ホテルニューグランドさんは結婚式場でもあるのかな、披露宴会場とかでもあるのにもかかわらず、ビジホの価格帯で泊まれるので非常にコスパいいんじゃないですかね。まあ、もしかしたら駅から遠いかもしれないんですが、でコスパは絶対いいですね。すごく楽しみです。八王子着きましたね。雨が止まなかったよ。これもう勘弁してくださいよ。雨、駐車場着きました。ホテルすごくインパクトあってでかいですね。雨のせいで降りる気しないわ。チェックインします。チェックインしました。そしてお部屋紹介です。さすが結婚式場ともあって綺麗ですね。広いし、十分広い。これは広いわ。快適。浴室もゴージャス。アメニティもしっかりありますね。ソファーとテーブルあるのも助かりますね。晩酌がはかどりますよ、これは。景色はこういう感じですね。反対側だと川が見えるのかな。ようやくゆっくりできますね。よかった、いいホテルで。楽天トラベルで見るともう少し安いホテルはあるんですけど、結局ね、駐車場がないんですよね、そのホテル。それを考えるとこっちは宿泊料金は少し高めだけど駐車場無料なんで、トータル的に見るとこちらの方が安くなる可能性はありますね。まあ多分日によるとは思うんですけど、寝ようかな、疲れた。結構寝ちゃいました。やばいっす。予約の時間が間に合わない。今からですね、ついにローランドさんのお店、ベラノッテに向かいます。
最悪だ、全然雨止んでないっすよ、マジで。ここから15分から20分ぐらい歩くみたいですね。もう雨のせいで思ったようにカメラが構えられないですね。ただ思ってたよりも結構車通り多くて、大きな道も多くてですね、大都会ですね。そろそろ着きますよ。あ、やばい、これローランドさんのチャンネルで見たことある通りだ。着いてしまいました。それでは中に入りますので、そちらの動画はですね、後日、アップさせていただきます。では一旦ここで切らせていただいて、帰り道までスキップします。ごちそうさまでした。美味しかった、幸せだった。ではホテル戻りますか。相変わらず雨は降り止まない。部屋に戻ってきました。もう雨が強すぎて散歩もしたかったんですけどね、まともにできず、そのまま帰ってきましたね。だいぶ疲れたな、歩くだけで。ではゆっくりお風呂に入って、この後は晩酌タイムですね。風呂出ました。気持ちよかった。今日寒かったからな、長湯してしまいましたよ。それではこの後晩酌の準備ですね。製氷皿一応持ってきたんですけど、やはりこれだけの規模のホテルになるとですね、製氷機自体があるそうなので、そちらに行ってきます。はい、準備万端でございます。グラスがプラスチックですね。コロナの影響でおそらくプラスチックのカップを出してると思うんですけども、これはこれでね、お祭りの雰囲気で味があっていいですね。ではいただいちゃいます。もう喉が渇きまくりです。いただきます。ではいつものですね、ローランドさんの動画とオラン社長の動画ですね、数本溜まってますんで、そちらを見ながら晩酌して楽しみたいと思います。それではおやすみなさーい。夜食の豚麺でございます。よだれが止まらない。おはようございます。朝ですね。興奮すぎて飲みすぎたな、頭痛い。ただ嬉しいことにですね、チェックアウトが12時なんですよね。これはゆっくりできるわ。朝風呂入ります。今日も寒いから気持ちよさそうだね。うめえわ、今日もまたこの味噌汁がうまい。ではチェックアウトします。雨よ。はい、ホ
ホテルチェックアウトしました。もう雨が強すぎてホテルの外観撮ろうと思ったんですが無理でしたね。そしてですね、昨日です、昨日ローランドさんのお店、念願のローランドさんのお店にこのタイミングで行けて本当に良かったですね。雨で天気悪かったですけど、そしてですね、宿泊したホテルもすごくいいホテルで、12時チェックアウトで広くて文句なしのホテルでした。また八王子に来る機会があったらローランドさんのお店とあちらのホテルに宿泊しようかなと思っております。ではもう帰ります。雨もひどいし仕事しなきゃいけないので、この後はラーメンかけつでも食べて帰ります。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回の旅は温泉になるのかコテージになるのかわからないですけれども、また行けたらいいなと思います。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。